こんにちは、スイートピアノカフェピアノの伊坂由美です。今月はカラフルな世界と題して3曲お送りしたいと思います。まず1曲目にお送りするのはショパンのワルツです。ショパンはワルツをたくさん作曲しています。19曲作ってるんですけれども、非常に有名な恋犬のワルツとか、あと華麗なる大演舞曲もこのワルツ集の中に収められています。今日は第5番をお送りします。とてもキラキラしたあのカラフルな曲ですので、その雰囲気を表現できたら嬉しいなと思います。それではショパンのワルツ5番をお聴きください。ショパンのワルツ第5番をお送りしました。キラキラした色とこう対比するように次にお送りさせていただくのがシベリウスのモミの木です。
シベリウスっていう人はフィンランドの作曲家なんですけども、こうフィンランドの広大な敷地ですごい寒いところにこうもみの木がそびえ立ってて、なんかそのところに雪が積もってはらって落ちる感じとか、そういう表現ができたらいいなと思って演奏させていただきます。それではシベリウスのもみの木をお聴きください。ありがとうございました。シベリウスのもみの木をお送りしました。最後にお送りするのは、アームストロングという人が歌って一躍有名になったこの素晴らしき世界です。この曲の歌詞はすごくいろいろなこう素晴らしい景色がこう書かれていて、でこの景色ってなんて素晴らしいんだろうっていうような、そういうこう心があったかくなるような曲です。皆さんも、お気に入りの景色を思い浮かべながら聴いていただけたら嬉しいなと思います。それでは、アームストロングのこの素晴らしき世界をお送りいたします。Thank you.
ございました。アームストロングのこの素晴らしき世界をお送りしました。今月のスイートピアノカフェはカラフルな世界をテーマにお送りしました。いかがだったでしょうか。今年もいろいろな曲にチャレンジしていきたいと思いますので、どうぞスイートピアノカフェをよろしくお願いします。それではまた来月お目にかかりましょう。伊坂由美でした。ありがとうございました。